どうも、ノクさんこんにちは。第4話でございます。アラフィフ長者合宿みたいなタイトルでお送りしてるんですけども、まあ古き良き時代を振り返るみたいな感じですかね。まあ、昭和の時代といえばね、またかみたいな感じで思われることもあるかもしれませんけども、仕方がないですよね。人生の大半を昭和で生きて、そしてその夢をね、平成で実現しようと思ったら実現しなくってみたいな、そんな紆余曲折でしたからね。まあでも私たちが10代の頃に将来社会に出たらっていう、まあ前置詞を置いてですね、いろんな話をした中で、やっぱり会社員になることが正義でしたね。その頃の価値観はそれで間違えてなかったんですよ。で、会社員になって、なるべくいい会社に入って、そしてそこでね、出世して、アフターファイブ、5時からは5時から男じゃないですけどね、家庭に帰って夕食を家族と食べるのもいいし、5時からの会社の付き合いをするのもいいし、まあ、私はねサラリーマンになって7年ぐらいだったんですけども、なんかそれなりに楽しかったですよね。まあ、何が楽しかったかっていうと、そのサラリーマンにねなりきったから楽しかったんでしょうね。サラリーマンのプロになるぞみたいな気持ちで、そこに疑問を抱かずに自ら染まることを選んだわけなんですよ。で、染まると楽なんですよ。染まるとより、まあなんて言いますかね、サラリーマンらしいサラリーマンになろうかなと、会社の意向に沿うように自分を偽っていくことが、まあ、結構ね役者のように私としては肌身に合ってたわけですよ。で、社員旅行っていうのも当然あったんですよね。その社員旅行っていうのが入社前にまずあったんですよ。これはいわゆる青田買いというか囲い込み作戦だったのかもしれませんけども、まだ学生のうちから会社のサービスを提供して、そしてもう他にね二股かけられないようにする作戦で、私はそれでもいいかなと思ったんで、そこに入社して、入社前旅行に、まあ、ハワイに行かせてもらったんですけども、でもそれも楽しかったですね。あ、仕事ってどうせやるんだったら楽しくやらないとダメよっていうふうにその頃教わったんですけども、ちょっと気が楽になった覚えがありました。そして新入社員を迎えるべき、その先輩社員挨拶っていうのがあるわけですよ。そこでですね、すごくね嬉しかったのが、新入社員の皆さん、皆さんを迎え入れる用意はもうできてますっていうふうに先輩社員が言うわけですよ。その気になるじゃないですか。で、1年後同じセリフを私が言っていたんだよね。皆さんを迎え入れる準備はすでにできていますって感じ。こう手ぐすね引いて待ってるわけですよね。まあ会社に入れば楽なことばかりじゃなかったんですけども、まあ、楽じゃないことが楽になった時に自分の力がついたんだろうなと思いますし、まあ将来ね、ここでやってきたことをどう役に立てようかなと思うと、まあなかなかしたたかになるわけですよ。それこそ先輩や上司とのいざこざってのは当然サラリーマンだから起きますよ。だから当然起きることが当然のように起きたんで、特に疑問も驚きもしなかったですし、同時にそこには回答が最初からあるっていうのも分かってたんで、じゃあどうすればいいかなっていうのを考える間もなく行動して解決していきましたね。まあ具体的に言うとですね、争った先輩とは仲良くなるんですよ、結局は。なんていうのかな、いいダクダクと従ってる人間にはたとえ先輩でも上司でも結局は興味ないんですよ。だって会社を変えようと思って全ての社員は入社するわけですよ。より良い会社にしよう、もっと楽に儲かる会社にしよう、休日をたくさん取れて家族との時間を大切にできて、もっともっと自由で目立つ会社にしようみたいに思うわけですよ。でも目先の今日明日は結構会社ってきついわけですよ。この矛盾の中で、なんとか会社を変えて謀反を起こすぐらいのエネルギーを持ったやついねえかなと思って、先輩も上司も探してるわけなんですよ。そこでですね、先輩は上司にもう奴隷のように1から10まで従う人っていらないんですよね。できればですね、いやそれはちょっと違うと思うんですよっていうふうな違う意見をたくさん持ってる人を求めてるんですよ。で、ここでこういう考え方があるんですよ。行動は従うが、新しいアイデアを一物持ってるやつ、これが重宝されるわけですよね。つまりは上司や先輩の命令は素直に従っていち早く解決する。だけどもやった後で、実はこういうふうに思っていて、こういうふうにしたいと思ってるんで、次やらせてもらえませんかっていうふうな噛みつき方ですよね。やる前から噛みつくと単なる反骨精神に嫌われるだけなんですけども、十分課題をこなした後で文句の言えようのないよね、結果を出した後にもっと良くするためにこうしましょう、会社を変えていかないと次の時代に追いつきませんみたいなことを立派に言うとですね、それは通るんですよね。このコミュニケーションがほとんどの人ができなくって、やったけど失敗した、うまくいかなかった、十分な成果が出せなかった、その後で自分のアイデアを言うと言い訳がましく聞こえちゃうんで失敗するんですよ。100を求められて200を達成した後で300のアイデアを出す、この繰り返しできっと
突っ走っていけるんではないかな。それがサラリーマンの道だと思うんですよね。まあそういう考え方は別に私がねオリジナルで考えたわけじゃなくて、伝統的にサラリーマンとはっていうね、なんか教本みたいなので昔から語り継がれていたのをまあ鵜呑みにしただけなんですけどね。まあつまりはサラリーマン社会ってどのぐらい予習してきたかによってかなり早く進めたりするんですよ。で、行き当たりばったり、なってみないとわからないっていうアイデアの人はどんどん遅れていくってことなんですかね。いや、どんなことも情報をどれだけ持っているかとか、たくさんの考え方を頭に入れてきたかとか、もしくは人生経験を豊富にしたままで20歳、21、23あたりを迎え入れたのかっていうところで結構勝負はついてるんだなと思いながら、まあ私もね、その頃ちょっと鼻っ柱の強い人間ではあったんですけども、それでもね、自分の言うことを聞かせようと思ったらまず相手の言うことを聞くことだなっていう、まあ、巧みな戦術はあったなと思いましたね。まあそんな感じでサラリーマンを進めていきながら社員旅行っていうのを、まあ、経験することになります。うちの会社ってのは変ですけど、私の就職した会社は毎年社員旅行があるんですよ。それこそね、全社員全従業員行くんですよ。パートさんからバイトまで。そのために3日間店舗や会社を手薄にしてでも行くんですよね。それもなかなかね面白かったですね。その謀反、会社そのものの体制が会社に謀反を起こしてるって感じですかね。すごく魅力的で、今でもその考え方ってのは遠くで見させてもらってね、やっぱり上場して一発の会社になってますよね。そういうエネルギーを持ったところが、まあいろいろと申し上げましたけども、実はね先ほど読んでいたのは JCB ザプレミアムって言って、 JCB カードがあるでしょ、あれのプレミアム会員に配られる雑誌なんですよ。ここではね、いかに高いお金を使うかっていうことが広告として載ってるんですよ。確かにどのページ見ても10万単位で金がぶっ飛びそうな価格設定ばっかりです。つまりはプラチナカードを持ってる人にはもうね値引き券なんて届かないんですよ。で、1000円単位のものっていうのは広告で入ってこないんですよ。全てが数万とか数十万とか場合によっては100万超えるような商品の案内なんですよね。えらいかもってくれるじゃんかと思いますけども、まあ自分の人生もこういう景色が見れるようになったんだなっていうことと、あと同時にね、常に転落する可能性や危険をはらんでいるというふうな、恐怖も感じないといけないかなというふうに思ってますね。はい。で、アラフィフ長者合宿ってことなんで、なんか慰安旅行の件とかね、お話しようと思ったんですけども、ついつい古い考え方のことをお話してしまいました。まあ参考になれば幸いなんですけども、ノックさんはどのようにお感じでしょうか。というところでここで終わりそうなんですけども、鬼怒川温泉熱海とくればね、やっぱりハワイ旅行でしょ。海外旅行はね、私韓国も含めて5カ国ぐらい行ったのかな、6カ国だったかな、5カ国だったかな、ちょっと忘れましたけども、もっともっと行こうと思ってたんですけども、ちょっと昨今のねこの状況で飛行機も飛んでないし船も出てないし、なかなか行けなくなっちゃいましたね。まあですけどもね、その分国内旅行を楽しませてもらってるかなと。特にねご近所のツアーっての面白いですよ。かつては繁栄を極めたであろう店舗が今ね廃墟になって買い手もつかないところを田舎道をぐーっと行くとね、いろんな人の当時のにぎわいをこう想像するんですよ。そうだな、先週はどうだったかな、フィリピンパブの慣れの果てっていうのを通りすがりに見てね、多くの外国人がここでお酒を勧めたりダンスショーをやったりしたんだろうなと思うと、もう20年以上誰も通わないその店舗にね独特の哀愁を感じましたね。倉敷の方に行くとね、またね手放された廃墟が多いんですよ。で、廃墟もなくなっちゃったような、例えば倉敷の千堀公園、千堀公園の集客を当てにした周りの周辺施設の店舗全部なくなってますからね。今ではショッピングセンターにポンといろんな店舗が収まって小綺麗にやってますけども、その周りでもいろんなドラマがあったんだなってことを感じますね。まあこれがね、まあ、アラフィフ合宿の今日のちょっとテーマかなと思います。続きはノックさんにお願いします。それでは。